おいっす、こんにちは、メリです。今回はですね、いろんな情報が出た中で、今日来る新しいフェス源を追加したゴッドフェスね、スーパーゴッドフェスを、まあ、惹かれる方多いんじゃないかなと思うんですけども、こちらの新フェス源モンスターで交換できますね。これ毎年恒例なんですが、メダルがもらえますよと。一体交換できますよということで、この交換どれにしたらいいのっていうので、個人的な意見を述べていこうかなと思います。あくまで個人的な意見なので、人のボックスによってはまたね、変わってくるかなと思いますし、僕私はっていうのね、賛否両論あるかなと思いますが、その辺はね、まあ温かい目で見ていただければいいかなと思います。はい、ということでね、早速行こうと思うんですけども、プリシラ、クラウス、テュオレでしたね。はい、この3体が追加となりました。で、まずは、配布期間なんですが、3月14日まで、配布してますよということで、まあそれまでにログインすればということで、まあパズドラ普通にやってる方は手に入るかなと。で、これ交換期間は無限っていうことでいいんだよね。他のキャラもそうだったしね。交換期限は無限だと思うので、もういつ交換してもいいんで、まあとりあえずすぐに交換する必要はないよっていうことでね。まあこれは多分皆さんが言う意見だと思うんですが、とは言っても、じゃあいつまで交換しないのっていう話ですね。まずこの新フェス源のこのスーパーゴッドフェスを引く方は、まず引いてからね、もし出るかもしれないんでね、他のやつ。出たら、まあ出てないキャラクターを確保してもらったらいいかなと思いますし、あとはあれだね、新しいヘキサゼオンのダンジョン、これはまあ予想通りっていう感じなんですが、ヘキサゼオン転生のヘキサゼオン転生でいいのかな、転生扱いでいいのかな、まあヘキサゼオンの新しいね、フロア修羅の限界に追加っていうことで、こちらね、まあドラゴンタイプがたくさん出てくるんじゃないかなとは思って一応思ってる段階です。だからそのダンジョンが実装されて、まあ、ダンジョン構成とかが明らかになってから交換とかちょっと考えてみたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということでそれをまず踏まえた上で、性能を見ていこうかなと思います。まずはプリシラ、まずね、このキャラクターイラストの中で言うとおそらく1位に輝くかな。まあ好みによってはティオーレが、男好きな人はクラウスかっていう感じになりますが、まあ個人的にイラストの中ではプリシラが1位かなと思います。で、性能を見ていきます。まずはこの進化前の性能に関してはどのキャラクターもほぼほぼ一緒なので、まあこの最初だけちょっと触れていこうと思いますけども、スキブが、まあ超覚醒込みでスキブ5にはできますよっていう感じです。スキブ3個持ってて、封印持ってて、枝豆10個7個その属性、この副属性の、属性のコンボ強化が3つっていう感じです。で、3ターンスキルで、3ターン落ち込んなしにして、ドロップ6解除して、回復以外から、ヒドロップ5個生成です。まあ、6解除しながら、落ち込んなしっていうのがあるんだけど、短いターンで、6解除と、非生成できるのが偉いかなと思います。で、この子はバランスタイプなのが強いんですよね。バランスタイプっていうこともあって、キラーが何でも潜在触れますので、まあ、汎用性的にかなり広いというキャラクターにはなっています。で、リーダースキルの方は、非属性の HP が 2.1 倍、2色以上同時攻撃で2コンボ加算。費用5個以上つなげて、基礎ダメージを軽減、攻撃力が17倍です。まあ、無難に強いな。無難に強いけど、ちょっと火力面、もうちょっと欲しいかなっていう。まあ、変身キャラじゃないんでね、まあ、そこまで求めてもあれかもしれないんですけども、まあ、HP 2.1 倍あって軽減があるので、ちょっと回復力サブで補ってあげれば、結構強い編成はできるんじゃないかなと思ってます。まあ、テンプレ編成はまたね、明日、頑張るわっていう感じです。頑張ったら明日出してますっていう感じになっております。で、究極進化後ですね、これは、上の覚醒もまたね、これ一緒なんですけども、他のキャラも。スキルが3つ、封印、枝豆、10個、7個、あ、ごめん、間違えた。バインドがあって、スキルプラスがあって、そっか、進化前バインド耐性がないんだね。その辺がちょっと弱みになっちゃうね。バインド、スキルプラス、封印、追撃、10個、無効感、無効感、神キラ、神キラ、です。で、超覚醒で神キラーもさらに1個増やせたりもできますと。で、7ターンスキルで1ターン内で受けるダメージを激減、1ターン内で火と光属性の攻撃力が2倍、かなり強いと思いませんか。激減と、まあ、攻守ともに強い。激減とエンハンス2倍ということで、まあいろいろね、この人、まあ1人2役できるということで、かなり強いかなと。自流レガードとかね、削るついでに激減貼っとくみたいなこともできるし、まあ、かなり強いキャラクターかなと思います。で、操作時間、あ、これリアスキル操作時間10秒固定の、まあ、簡単に言ったらセーナを火と光に縛ってちょっと攻撃力下げたよみたいな、まあ、そんな感じだと思ってもらったらいいかなと思うんですけども、まあ、全パラ 1.5 火力が11倍と、まあ、11×1.5 出て、光と火の同時攻撃でダメージを半減です。まあ、別にリーダー運用はね、しないんじゃないかなと思っております。
まあ、セーナーとか持ってない人とかにとっては、まあまあそこそこ安定性高いですが、火と光をね、安定して供給するキャラがいないと難しいと思いますので、うん、まあ使いはしないかなとは個人的には思っております。強いんだけどね。で、まあさっきも言った通りバランスタイプなので、無効貫通を持ってるこの究極進化後で使ってあげて、無効貫、無効貫10個なんで、コンボ加算リーダーフレンドに挟んであげたりとかして、で、こう、無効貫通で火力させていくっていうのがかなり使いやすいかなと思っております。で、次行きましょう。あ、ちなみにドロップ着せ替えはね、蝶々かなりいいですね。で、クラウスです。進化前に関してはもう一緒なので、水属性版ですよということでちょっと省きます。回復タイプってこともあって、回復力が多少高くはなっておりますよっていう感じです。で、リーダースキルもまあ一緒なので、水属性版です。究極進化後行きましょう。究極進化後に関しては、今度はドラゴンキラーですね。ドラゴンキラー、回復タイプなのでドラゴンキラーも増えます。神タイプなので悪魔キラーとかも増えますよと。で、8ターンスキルで敵の行動1ターン遅延のドロップのロック解除、水、闇、回復を5個ずつ生成。まあ8ターンでちょっと重たいかもしれないんですが、まあまあいいスキルかなと思っております。リーダースキルの方は変わらず闇、水バージョンっていう感じになっております。で、まあこれ、毒とお邪魔耐性プラスあるんだけど、ヘキサゼオンのダンジョンが来るじゃないですか。で、まあおそらくドラゴンタイプが多いダンジョンになるんじゃないかなと思ってます。まだそれが未定なんで、だからそれまで待ってくださいねとは言うんですけども、まあボスには間違いなくさせるので、もしそこで使えそうだなと判断した場合、まあそういう最新のダンジョンをね、ゴリゴリ攻略していこうとかね、クリアしてみたいよっていう方には結構クラウスおすすめになってくるかなと思います。そっか、闇が種属性に来るから結局究極進化後だと。難しいとこだね。まあ、進化前も一応これ、回復タイプのね、ドラゴンキラー触れますんで、7コン10コンで刺してはいけるんだけど、そっか、無効貫通したいってなったら下になっちゃうから、闇パになっちゃうのかな、これだったら。種属性闇だから、これ闇で編成するか。だからクラウス使うんだったら闇主体になってきそうなんで、闇パになってくるかな、究極で使うってなると。闇パが充実してる人が、まあ、クラウス使っていくと、もしかしたら、新フロア、修羅の限界の新フロアが攻略しやすいかもしれない。っていう感じですね。うん、ドラゴンタイプには間違いなくかなりキラさせるんで、今後の時代は担ってくれそうな気がしてる。だからちょっと期待してます。はい。で、着せ替えドロップは何だろうこれは。十字。何だろうこれ。ちょっとわかんないけど。はい、次、ティオレいきます。ティオレは、まあ、変身じゃない。進化前は、まあまあまあ、省略。体力タイプなんで、ちょっと HP 高いよぐらいです。で、次が悪魔キラー特化のキャラクターですね。悪魔キラーは、まあ、今のダンジョンだったら、ジルレガーと悪魔タイプだったり、修羅の限界の14回ぐらいで出てくるデーモンとか、デーモンっていうのかな？あの辺。パイロメアとか。なんかあの辺がかなり強い。悪魔タイプなんで、キラーさせていけるかなと思います。で、スキル内容がまた強いですね。火と光エンハンス。んで、決戦ドロップ、覚醒無効状態、全回復を7ターン。まあまあ軽いですよね。7ターンでエンハンスと、こういうギミック解除できて、かなり優秀です。なんかそういう面で、解除スキル系がない人は、これ強いかなと。まあ、貴族性も来てますし、まあワンチャンあるかなと思います。体力タイプなのでマシンキラー触れたりしますが、多分ね、次のダンジョン、マシンキラーは生きないんじゃないかな、さすがに。って思っております。わかんないけどね。はい、着せ替えドロップはこれお花ですかね。まあそんな感じになっております。ということで、総評してまとめて言うと、個人的には汎用性がかなり広いプリシダが1位で、次、もしかしたら、まあヘキサゼオンでかなり活躍するかもしれないクラス。で、3番目がティオレかなと思っております。まあ、その辺はね、ボックスに応じて、キャラ選んでもらったらいいと思うし、もしね、ゴッドフェス引く方は引いて、もし出なかったね、キャラクターとかを交換してもらったらいいかなとは思っております。まあ、個人的にはプリシラを一押しで押そうかなとは思っております。まあ、かなり強い。スキル内容と。もうバランスタイプが本当にいいかなと思いますね。はい、そんな感じですね。皆さんの意見もね、ぜひ聞きたいので、もしよかったらコメント欄の方に僕、私はこのキャラクターを交換しようと思います。こういう理由で交換しようと思いますっていうのがあったら教えてください。はい、ということで、今回は新フェスゲーム3体の交換おすすめについて解説してみました。少しでも参考になったよって方はね、高評価とね、チャンネル登録、あとツイッターの方にもね、いろいろ言ったりしてますので、フォローの方よろしくお願いします。フォロバは DM とか送ってもらったらします。ご視聴ありがとうございました。
明日、そう、生放送で新フェス券狙ってゴトフェス行こうと思います。夜の10時ぐらいからになるかなと思いますが、よかったらその辺も見に来てください。ご視聴ありがとうございました。バイ。